はい、ハッピードベちゃん TV。 はい、すごいお腹のおっさんです。はい、今回はですね、すき家さんです。はい、牛丼ライトです。そしておろし、そして野菜で、この中には豆腐が入ってます。そしてもう一つ、オム牛丼の普通サイズです。まあ並サイズですね。はい、今日はこの2つの牛丼を食べさせていただきます。まずはおろし牛丼から開けてセットしていきたいと思います。おろし牛丼じゃないですね、おろし牛丼ライトですね。はい、まずお豆腐を開けさせていただきます。ご飯の代わりですね、これはお豆腐が入っております。だからカロリーが少ない、糖質が少ないということです。そして野菜を入れて、その後におろしポン酢ですね、大根とおろしが入っているやつですね。これをネギが少し入ってます。この上から入れる前に忘れてました、大事な牛丼ですね牛丼というか牛皿ですね。そしておろしを入れます。それでこれが牛丼ライトの完成。そして次ですね、もう一個がオム牛丼の並、ほうれん草と卵オムレツですね。その上にケチャップをかけて食べていきたいと思います。最初はあれですね、まず牛丼ライトのからいただきます。さあ、お肉取るかな、どれかな。お肉とおろしを絡めてちょっと食べます。あ、美味しいなこれな。そしてこれがオム牛丼、これもいただきます。これも美味しいですね。もう全部食べちゃいました、ごちそうさまでした。はい、すごいお腹のおっさんの勝手な感想コーナーです。はい、牛丼ライトおろしポン酢はね、はい、美味しかったです。ただね、外で食べる方はね、豆腐の汁が出てしまうんで、その汁も飲まなきゃいけないんでちょっと大変かな。でも美味しかったです。次にはですね、オム牛丼ですね、牛丼オム牛丼ですね。これはね、普通の牛丼ですからね、中から卵の味とほうれん草とチーズ、そうです、チーズが入ってましたね。とても美味しかったです。すごいお腹のおっさんはほうれん草が大好きなんです。これも美味しくいただくことができました。はい、合格です。以上、すごいお腹のおっさんの勝手に感想コーナーでした。それでは失礼いたします。